さんこんにちは。奥日光珍道中の撮影編集を担当しておりますハイパーメディアクリエイターことことちゃんでございます。毎度のことではありますが、ご視聴ご覧閲、誠にありがとうございます。とうとう奥日光珍道中も10話目を超えまして、ボリューム11に突入でございます。ここまで来れたのも皆様の、熱心なご感想のおかげでございます。ありがとうございます。そして今年12月をもって15周年に突入いたします。これも皆様の貴重なご時間を割いていただいたおかげでございます。そして、来年以降もよろしくお願いいたします。さて、そういうわけで、私からささやかでございますが、歌のプレゼントをいたしたいと思います。坂本冬美でまた君に恋してる。15周年ありがとうございました。さつゆが招く光を浴びて初めてのように触れる方法。終了し、あとは水戸まで帰るのみ。ここで今までの軌跡を振り返ってみましょう。皆さん、ご一緒に。奥日光珍道中。1日目朝、加倉石とカメラマンは長距離移動で朝からパワー全開。美濃兄弟は寝ぼけが激しいという状況で水戸を出発。出発早々、ドライブインで快楽園と書かれた提灯を購入し、バイクの荷台に装着。道中メンズトークを繰り広げながらも、およそ40キロ走り、道の駅もてぎでお昼休憩。1時間ほどゆっくりした後、事件発生。なんとユウスケ、看板にニアミス。車内全員動揺する。宇都宮市内に入ると交通量が多くなるせいか、バイクにまたがり喋り続けるユウスケがどうしても不自然に思えてならず、不審者扱いする場面も。そして日光街道に突入し、途中立ち寄ったガソリンスタンドでは店員さんに話しかけられ、また原付で奥日光に行くこと自体に大層驚かれる。順風満帆に進む4人。しかしこの日の最高気温はおよそ34度。さすがに暑さにやられ始めたユウスケは、本日のお宿までの距離を聞いて思わず一言。遠いね。そして長時間バイクにまたがっているせいか、ケツも痛み出し体を蝕まれるユウスケ。しかしそんな中でも何か楽しみを見つけようと、目に飛び込んできた建物には必死に突っ込みを入れる男4人。そして日光市内に突入すると、いきなりユウスケの好みを聞き出すことに成功。そしてユウスケが思いを寄せている架空の彼女に向かってやらせ的なメッセージを収録。いざ1日目の山場、いろは坂へ。途中休憩所にいた団体に後ろ姿指さされ、笑われ組的な状況もあったけど、順風満帆に20個のカーブがあるいろは坂上りコースを無事完走。疲労の色が見え始めた我々は明智平展望台で壊れ始める。次に立ち寄った戦場ヶ原では、景色の美しさに圧倒されるものの、戦場カメラマンならぬ暴走カメラマン発動。そして水戸を出発しておよそ6時間後の5時過ぎ、本日のお宿に無事到着。
さすがにみんな疲れたせいか、まったりと足湯に浸かり、飯を食い、地ビールを飲み、星空を眺め、バカ話をし、奥日光の夜を満喫したのであった。そんないろいろあった1日目の道を、2日目は戻っていくことになる我々。2日目最終日、じっくりご覧ください。町の声聞こえる？なんかリアルだな。リアルだね。妙に。ユースケ、ウィリーしてたこれ。やだよ。すごく嫌なもんだよ。食べるラー油売ってるわ。何？食べてる音？食べるラー油売ってる。うん。おい、青だ。ラー油？うん。結構今有名なの、食べるラー油って。そうだよ。なんだし、知らないの、あの、流行ってんだ、ラー油を食べるやつ。そう、具が入ってんだ、ラー油。すげえ。おぉ、おい、気をつけろ。これ、横浜かな。そうだよ、横浜だよ。おぉ、おぉ、第21カーブでございます。うん、きついな。ここ越えればどうだね。うん、平坦な道だよ。一般道だし、二足に落とせると。来た、次のカーブ。おー、来たぞ。うわー、きついな。おー、おー、おー、け、け、けだな。なんだか、あ、このイロハニホヘイトでダジャレでも行ってこうかなと思ったんだけど、そんな余裕もねえな。余裕がねえからいいや。言えたら言おうか。ふふだね。ふなこしたなんだよ、誰だよ、誰だよ。なこしていちろ、なこしセクハラで干されちった。やめてください。こいつさん、やめてください。誰だよ。誰だよ。こいつくん、どうもとか。キンキキツか。キンキキツでラブホーに行くっていう番組あって。そうだね。誰が、どうも強しがラブホーに行く。そう、あったあったあった、昔あった、深夜番組で。えみちゃん、やめてよ。えみちゃん、やめてよ。ダジャレじゃなくて、手です。手こき。え、手こき、手が作らないねえな。手、わかんない。パス、わかんない。あきらくん、やめて。誰だ、あきらくんって。誰だよ。さ、斉藤くん、やめてよ。斉藤くん、斉藤くん、お前、もうしかねえのかよ。木村くん、やめてよ。キリンさんが好きですって。あー、でもゾウさんの方がもっと好きです。あー、いやらしいな。いやらしいね。大人の、大の男がいる、ちょっと違う。そうだね、特にユウスケ。ユウスケ、エミコちゃん、やめてよ。ユウです。ユウスケじゃねえのかよ。ユウスケ、やめて。やめてよ。めぐみちゃん、やめてよ。女がよ。みかこちゃん、やめてよ。これ全部行きそうだな、これ。もう41だからな。おぉ、故障か、故障してるのか、故障してるかな。しょうがないな。うん、バイカー、バイカー故障してるかもしれない。バイカーってか、あれ暴走族だったよ。暴走族か。情けねえだよな。情けねえ。えですね。えみこちゃん、やめてよ。全部昔、遠藤さんっていう仲のいい女子がいて、うん、マジですげえ可愛かったんだけど、当時は、ヤンキー、ヤンキーじゃん、
あのなんか やらないかって言われた人。違うか。ホモ？ホモ？高校の時か。絶対高校の時だ。中学校の時か。うん。小学校。ひ人見じゃん、やめて人見じゃん。あーじゃねえよ。あーじゃねえよ。ひろしくんやめて。前のロードスターに聞こえっつうこれ。聞こえちまう。うん。俺もうもうもっこり。もっこりもこみち。もっこりもこみち。てか前のロードスターのおつさんには独り言しか聞こえねえな。そうだよな。おつおつざぶってる。そう。セックスして。セックスして。ひで。俺もしたいわ、うん、すポンポンのわかんねえ、わかんねえ、すポンポンのユースケでいいんじゃない。生まれたままのお前でいい。鈴木シッ先生と言って今出たね写真、うん、画面右に下に、はい、出た出たなんだこれは口塞がれてやられてるでしょ。普通に言わない。普通に言わない。普通に言わない。リアルな、リアルすぎんだよ。今のと終わりじゃねえか、多分。多分ね、うん。終わりだよ。終わりが散々だったな。口塞がれてやられてるでしょ。いいね。おー、抜けた。はい、抜けた。抜けました。ね、おめでとうございます。いやー、おめでとうございます。どうですか？テンション高え。いやー、いい眺めだ。いや、すごい眺めだ。ペットボトルがベコベコになってきた。あ、来た。今見てこれ。どれ？ほら。あ、本当だ。気圧でこれ。気圧で。気温が出てた。23度、28度、8度、暑いな。数字読めねえんだよ。